どうもメンディです。今回のムーブオンは、ゴールデンウィークのレジャー疲れにね、そんな心と体を癒してくれるとっておきの仲間を皆様にご紹介したいと思います。今回のムーブオンは高田の馬場にあるパクチーバル8889からお届けします。こちらのお店、なんと日中は個性豊かなフクロウたちと触れ合えるフクロウカフェ、夜は店の名前の通りパクチー料理とお酒をショーウィンドウ越しのフクロウたちを眺めながら堪能できるバル飯営業を行っています。フクロウ好きの間では穴場中の穴場スポット。店内もフクロウをモチーフにした素敵な雑貨に彩られています。以前から気になっていた私は撮影とかこつけて日中のフクロウカフェに憩いを求めてやってまいりました。はい、お名前はコステロって言います。コステロ、はい、はい、コステロ。メガネフクロウという種類のフクロウになります。あ、メガネフクロウ。はい、メガネフクロウですね。あ、で、今髪の毛が逆立っているのは、はい、ちょっと今環境が変わったのと外の今ちょっとお子さんにびっくりしているので、はい、ナーバスになってるんですね。そうですね。で、髪の毛が逆立っている時は軽く撫でて落ち着かせてあげてください。今大丈夫ですか？はい、もう今、髪の毛逆立ってないので、何回か逆立つと思いますけど。あ、わかりました。で、こうビビリなんで、あ、ちょっとしたことでも、そんな感じで、はい、で、髪の毛の逆立ちがなくなったら触り方があるんですけど、はい、この子の場合は目の横ですね。目の横がすごい好きな箇所なので、うん、あ、そんな感じで、どうも。気持ちいいとこうやって頭を下に下げるので、うん、頭下に下がるように触ってあげてください。あ、ポイントとしてはちょっと指を立てて、本当眼球のすぐ横ですね、うん、を軽く、力は入れずに軽く軽く書いてあげるような感じです。本当もこのぐらいです。あ、はい、なるほど、はい、ちょっといいですか？頭下に下がれば大丈夫です。コステロあんまり気持ちよくないのかな、私の多分やり方が、うん、こういう感じで。あ、OK、こんな感じ。そうですね、軽くゆっくり力を入れて、もう今頭下がってるんで大丈夫だと思います。コステロさん、コステロは男の子、女の子？ちょっとオスメスの検査してないのでわからない。あ、そうなんですか。じゃあ私と一緒ですね。なんてメンディーですとか言って、男です。最近でもちょっとメスっぽいかなって感じはするんですけど、メスの方がフクロウって大きいんですね。あ、そうなんですか。へえ、体格というか。オスの方がちっちゃいんですけど。じゃあお前で頭下げてるときはずっと触ってて大丈夫なんですけど、うん、途中なんか頭上げたりしたときは、はい、そのときは手を離し して少し頭、そうです、お休みさせてあげてください。こんな感じで、はい、で、あの、そうですね、上がったら、で、また私もなくなったらこんな感じでアプローチしてもらったら、なんかすぐ頭下げてると思う。結構今触られたがってますね。フクロウはちゃんと検査に出さないと性別がわからないんですね。DNA 鑑定しないとわからない。あ、そうなんですか。さっきの上級者向けの白フクロウだけはオスメスで柄が違ってくるのでわかるんですけど、あ、それ以外のフクロウはまずわからないので。そうなんですか。へぇ、はい、繁殖とかする場合はちょっと検査したらダメなんですけど、特にこの子のアイテムにはいないので検査はしてないんです。へぇ、コステロ。また可愛いね、コステロ。どう最近？
すごいね、本当にあなた触ってほしいんだね。すごい。コステロ。さっき聞いてきました。フラワーズインザダート。あれはいいアルバムですね。ポール・マッカートニーさんと共作した。とても好きなアルバムなんですよ。それ聞いてね、来たから今運命感じてます。縁があるんでしょうね、きっと。本当にね、今あの来る前コステロを聞いてきたんですよね。コステロ、してる。あなたは緊張しいなのね。窓の外に人がいると。いや、まさかコステロ、あなたフクロウを見ながらフクロウのあのアートがされたカプチーノを飲む日が来るなんて思わなかったわ。うん、美味しい。あ、子供に、子供やだ。窓の外に子供がいてね、怖がってる。私と一緒だね。あ、大丈夫大丈夫。落ち着いてね、大丈夫よ。はい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 。ロックを聴きながらフクロウとデートできるっていうのはね、本当に癒されるわね。コステロ、はい、ありがとうね。あなたも案外シャイメンディだね。コステロは私に相当懐いてくれているのかな。ねえコステロ、はいよ、はい、クチクチ、はい、パン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 。全然嫌がってないね、あなた。相性がいいね、私と。コステロって曲でも作ろうかな。ねえ、ここも好き、あなた。ちょっとあなたファービー人形に似てるね。言われたことない？コステロ、ねえねえやっぱ外が気になるんだね、あなたね。あなたっていうかフクロウさんは。コステロ何歳？どう思うよ、最近の政治経済。一気になんか目が鋭くなったけど、そういうこと？お気に入りのファッションなんかある？新しいお友達ができました。コステロ、あなたいい子だね。ねえあっち何ある？というわけで今回のムーブオンはこちら、パクチーバル8889からお届けしました。
デイタイムはフクロウカフェ、そして夜はパクチーバル、パクチーバーで営業しております。昼間は、ドリンクを片手に、自分と気の合ったフクロウとデートをして、そして夜は美味しいパクチー料理で、このゴールデンウィークに疲れた心と体を癒しに来るっていうのはいかがでしょうか。私もなんか今日運命的な出会いを果たしてしまいました。ありがとうコステロ、また会いに来るよね。というわけでメンディーでした。